は合成樹脂の一種でアクリロニトリル、ブタジエン、スチレントも15合成樹脂の総称。CAS 番号9003から56から9。ABS は原料の頭文字に由来する。常用耐熱温度は70摂氏100度。グラフト法とポリマーブレンド法に対別される。乳化グラフト法では、アクリロニトリル、ラテックス、スチレン及び触媒や乳化剤を 重合反応器内で重合させ、水分などを遠心分離器で取り除いた後、押し出し器でペレット化する。海上重合法では、重合反応層を使用して、それぞれを重合させ、未重合のモノマーを回収した後、押し出し器でペレット化する。ポリマーブレンド法では、AS 樹脂にゴムと添加剤を加えて、ミキサーでコンパウンドした後、押し出し器でペレット化する。 極端に、豚ジエミ比率が高い ABS 樹脂をグラフト法にて製造し、AS 樹脂とコンパウンドする手法も同法の一種に当たる。着色や何年か、繊維強化は一般に通常品のペレットを製造した後、コンパウンド加工にて行われるが、大量生産の際には、15時に各種材料を同時に投入し、コストダウンを図る手法もある。 資源の再利用の観点からアジアを中心にリサイクル材を使用する流れが強くなっている。1948年に特許を取得し、1954年にボーグワーナー社によって初めて製品化された ABS 樹脂は、その高機能性からエンジニアリングプラスチックに分類され、主樹の機器の筐体や内装、建材など広い分野で採用された。 難燃性樹脂への改出も容易だったためテレビなど電気機器にも広く採用された。またポリカーボネートなどの流動性改良を目的としたアロイ化の主材料としても広く活用されてきた。近年はヒップスの難燃化や金型技術の向上により外装分野こそ取って変わられつつあるが繊維強化グレードなどの開発により機構部品などの分野で 依然として多く活用されている。主に家電や電気電子製品の各種外装、筐体、機構部品類、自動車パネルなど内装部品、文具、雑貨類、事務用家具部材、ブラシの柄など、学校教育で使用されるリコーダーなど、楽器にも使用されている。また、玩具製品や模型の可動部部品や、樹脂製の鉄道模型の車輪や透明部品を除いた、大部分など、 様々な用途で使用される。ありがとうございます。